サクションでできるだけ喉の方に溜まってる水分を吸っていくんですけども、できるだけですね。はい、皆さんこんにちは。若手歯科医師衛生士向けいろはにほえとマルハの田中です。バキュームテクニック3回目です。前回はですね、ここの部分の角度を右下の奥歯を削るときにどのようにしていくのかっていうようなお話をしました。今回はそこの部分の実践になってきます。はい、じゃあお願いします。じゃあミラー持って必ず2つです。サクションとバキューム両方持ってください。1つだけじゃダメです。後からこうやって持つんじゃなく、初めから2個です。はい、行きます。で、ここでこういう風な形でバキュームを入れてくださいっていうお話をします。こうじゃないです、こうでもないです。軽くここに入れるだけです。じゃあ水をお願いします。5番です。4番。はい、ありがとうございます。で、奥の部分は必ずサクションで、バキュームでこすわない、サクションでこすわない。いいか。じゃあもう一回いきます。この角度で6番、5番、4番、奥はバキュームで吸わないで、サクションでここの位置です、ここの位置です。そして反対側、余裕があれば前、前、止めていきます。7番にサクション、6番、5番、4番で、奥はバキュームでは絶対吸わない、サクションここです、この位置です。余裕があれば前、前。はい、サクションでできるだけ喉の方に溜まってる水分を吸っていくんですけども、できるだけですね、蝶のように舞って蜂のようにこう逃げるみたいな感じですね。なのでサササっていう風に動かすのがポイントになってきますんで、そこでいつまでもやるのではなく、術者が次にやる治療をやりやすくするためにサササっていう風にするのがポイントになる。はい、以上になります。ありがとうございました。見学面接ご希望の方はですね、こちらまでよろしくお願いします。